えー好きな影キャラは何ですか全部教えてください。まあ、これはなかなか。まあ、でもやっぱ誠から、とりあえず。誠、誠さす、思い入れがある系は、まあ、誠とか、そうだね。あの、ちょっと待って。 サスカッチ、そうだね。サスカッチもいいね。うん、でもやっぱりあのー、サードの絵がいいね。誠は。この絵がいいね。こ,これ、ちょっとなぁ、方の誠はね、やっぱ全体的に迫力がやっぱあんまない。正直。動きもそうやし、キャラの絵もそうやし、動きもそうやしで、うーん。 まあサードに比べてやっぱ全然なんか微妙やね。あ、すごいな。俺が出てきてるやん、これ。まあ、やっぱサードのこのキャラセレの絵がこれが一番かっこいいね。技のモーションもやっぱ全然サードの方がいい。うん。あ、まうとん。そうだね。誠いいね。キャラ性能のもまあ、面白いしね。まあ対戦してる人はあんま面白い性んじゃないねんけど。 まあ、あの、見てて面白いキャラクターって感じ。だから、誠は結構、あのー、試合観戦してる人にすごい受けたなってイメージかな、俺は、ストフォーの時思ったのは。うん。まあ、キャラの強さは、ま、ぼちぼち強いぐらいで、で、決してその、なんていうかな、誠戦面白いって思う人そんなにいないと思うねんけど、ストフォーで。けど、その、 俺、俺バッテンスやってんけど、俺。動画、動画見てる人にかなり人気があって、まあ、そのおかげで結構、まこと、まことってキャラも人気があってって感じで、まあ、割と俺が目立てたなっていう感じがしたね、ストフォンの時うん。まあ、あとはまあ、サスカッチですか。うん、あ、いいね。あ、これ俺やろ。あ、俺俺やん、これ。 俺前の俺言い,い配信何これ子れ配信してた時の画像で出てんねんけど俺のああオールいっぱい出てくるやんいやーまあサスカッチはいいっすねやっぱまあこいつはだから俺をこうだサスカッチがいいんかったら俺は多分社会復帰できてなかったんじゃないかなそサスカッチのおかげで闘撃優勝できてやっぱそのおかげでまあ SNK の バイトの面接に受かって、で、こう、なんか、そこから、ちょっと、社会に戻れたから。うん。いや、ほんまにほんまに、俺、それまでずっともうね、学校も行かず、ゲーセンが良い、まあ、アルバイト、スーパーの、格ゲーマーの登竜門と言われている、格ゲー、スーパーの品出しのバイトをしつつ、なんとか、 あの、ゲーム戦で遊ぶ金を捻出し、っていう、まあ、ギリギリの生活をしてたんやけど、まあ、そっから、ま、割と、うん、そういう会社に、まあ、バイトという一応会社で働いて、まあ、いろんなことを学びという、うん。サスカッチは相当俺の人生、まあ、人生を変えてくれたキャラクターだね、本当に。あそこでやっぱ、 かそっから人生がめっちゃ変わったから、やっぱ攻撃優勝したってことで、やっぱりその、知名度的もそうやし、うん。まあ、ゲームはやめようと思ってたからね、ずっと。ずっとやめようと思ってて、まぁ、あ、一回ぐらい全国大会みたいな出たいなって思って出たのが攻撃やったから、まあ、そこで優勝できたっていうのは結構、まあ転機やったんで、まあこのこスカすがはめちゃくちゃ強いキャラクターで、まあ、こいつがやっぱいたからっていうのはありましたよね。まあ,あと何かな うん、好きなキャラクター。まあでも普通に剣とかね。うん、剣とか普通にかなり。サードの剣は、一番かっこいいんじゃないかな。うん、全部の格言の中で、一番かっこいいキャラは何かって言われたら、俺はこのサードの剣をあげます。まあこのグラフィックとか、 まあ戦い方とか強さとか、まあそれいうもろもろ、すべての要素をこ加味したら、サードの剣が一番かっこいいと思う。うん。まあ俺なんかで結構その電動し、電動シリーズキャラっていうのがいいねんけど、まあそれがまあサードの剣。あと伊織、そう、伊織は九十八九九十八の伊織はもう、相当仕上がってる。こいつもこのサードの剣と、あれなんか違う。俺が知ってる絵と。 これでも、やっぱりグラ、グラフィックとか、性能、あと声。いおりの声って、同じとがやってんねんけど、毎回変わんねやん。あの、八乙女の時のボイスとか、あまあ、もちろんその鬼焼けとかやめ、全部の声変わんねんけど、まあ、98がやっぱ一番かっこいい、うん。声の出方とか、セリフとか、まあ、コンボとか、いろいろあんねんけど、まあ、相当仕上がってる。 うんで。あとは俺はやっぱ豪気。で、豪気は俺は一番かっこいいと思ってんのは、ストホーなんですよね。ストホーの豪気もかなり、かっこいい。うん。やっぱ動きのあの、なんやろな。キビキビ感っていうかな。うん。強そう。ほんまに。まあ、ストフイブも結構いいねんやけど、ストフイブの豪気もかっこいいと思うねんけど、 まあでも、合気な、どの合気が一番かっこいいかっていうのは、かなり、あの、分かれるところだと思う。2、3、4、5、全部かっこいいから、合気は。まあ、個人的には俺は4を押してる、ね、押してますね。9、5、ああ、9もかっこいいね。95のよりも相当かっこいい。うん。でもやっぱあの、98のね、 うん動きがかっこいいの。やっぱあのシステム、あの、ダッシュとあの小ジャンプとかのあのスピード感。やっぱあれも加味されるから。まあ俺は98の方が好きやね。うん、そう、0、ゼロあ、鉄拳の、あ、鉄拳の号旗めちゃくちゃかっこいいね。うん。モンハンの号気もかっこいい。鉄拳の号気あれ相当仕上がってるね。 アイルナなリとンやん、えーえ、なんか全然かっこよくないねんけど。<laughs> <laughs> 誰このおっさんってな,ならんでもやっぱり、この絵なんやなって思うよな。このストフォンの時のさ、このキック。このキックのモーション。やっぱ豪気といえばこれなんやなってなってるよね。この画像もそうやし。まあ、ゼロ時代のキャラは、 まあでもゼ、竜は俺ゼロが好きなんやけどな。ウは、やっぱおっさんになってからより若い時の方がかっこいいなっていう感じかな。ギース。ギースは俺そんな馴染みないねんな。カプエス2、カプエスとかでしかあんま知らんから。まあカプエスか、鉄拳じゃない。うん まあ、あと好きなキャラ、女キャラとかは誰かいるかな女キャラで好きなキャラは誰かいるかな誠以外で。あんまり、あ、ミリアいいね。ギルティのミリアは自分では使ってないけど、まあ、あとザトウ。あ、ザなん、ギルティはやっぱいいな。あの、ザトウ、ベノム、ミリア、スレイヤー。 やっぱあの辺のキャラは相当いいね。うーんチュンリーはどれがいいですかチュンリーはやっぱ X じゃないチュンリーのあのスパーツ X の、うーん、スパーツ X じゃないかなやっぱこれ、このキャラセレ画面のこのチュンリー。 うんまあ、あの、スト5も好き。俺。スト5と、スト、サツ X かスト5かな、俺。チュンリー。俺、あの、スト4のチュンリー俺、あんまり、可愛いと思わへんねんな。サードのチュンリーはまあまあって感じ。でも、サードのチュンリーよりスト5のチュンリーの方が可愛いと思うな。で、ゼロの、ジャージコスは、俺、そんなに、好きじゃないかな。 スポーツ X やっぱいいな。うん、スト5いいね。いいと思う。知らぬい前俺知らぬ今はね、いやい、いいねんけど好きやねんけど、リアルバウトの時のあの、ちょっと露出遅い、抑えめの知らぬ今の方が、逆に良かったりするかな。あの、リアルバウト時代の、 なんかねそこまで露骨な感じじゃないんですよね。リアルは。衣装もそうだし、この胸の大きさとかもちょっと抑えめな感じなんですよ。なんか、k o 服からちょっとおかしになったんですよ、舞って。もう露出っぷりが。これぐらいの方が可愛いかなって思う、個人的には。